ユンサラ、今回はこれ全部に導入してほしいって思ったアイデアたちを見ていきたいと思います。まあちょっとね、何言ってるかわかりませんが、世の中にはちょっと変えるだけでこれめちゃくちゃ便利になったじゃんっていうものがあります。それをね、もうとっとと画像で見ていきましょう。まず一つ目、さてこれは何かな。あの家具とか組み立てる時のなんかネジ部品らしいですけれども、これ何がどうすごいんでしょうね。あ、なんと裏面を見てみるとね、おっとこれね、ステップごとにまとめられてるんですね。ステップ1はここを開けましょう、ステップ2はここを開けましょう、でなおかつ点線ついてる、いいね。だいたいね、こういうネジ入れってさ、ネジはネジ、ボルトはボルト、木の部品は木の部品っていう風にまとめられてるよね。あれめちゃくちゃ困るんですよ。次どこ、次どこっつって探すのね、クソめんどくさいんで、こういう風にステップごとにね、もう全部まとめてあると超楽なので、まあこの動画を見ている 93% の人は家具会社の人なので、皆さんこれ参考にしてください。ステップをつけるっていうね、一消費者として適当にネジはネジ、木は木ってぶち込まれるの嫌です。ステップごとに分けてください。次はこれ椅子ですね。どういうことこれ、あすごいな。これもちょっとした変化なんですけれども、この椅子にくぼみをつけることによってバッグとか傘とかそういうものをかけられるようになります。ただの椅子に引っ掛けようとするとね、もう端っこの方に引っ掛かってて今にも落ちそうみたいな、もう傘だったら大体ボテって落ちる、なので床に置くみたいなね、最悪ですよね。それを改善してくれる椅子がこれです。やってることただくぼみ入れただけですよ。なのにすごく使いやすくなってるってことは、やっぱりちょっとした変化でものすごく使いやすくなるんでね、皆さんも今身の回りにあるもの、困ってるものあったらちょっとだけ変えてみるといいですね。例えばパンツに小指ぶつけんだけど最悪っていう時は、小指じゃなくて中指をぶつけるとかね、そうすれば小指をぶつけるっていうことが起きませんので、やってみてください。親指でもいいですよ。 Go wait 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 go go wait 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 go。あ、何これ、あれですね、今のソーシャルディスタンスのために作られたエスカレーターとなっております。距離開けろって言われてますよね。なので待て待て待て、行け、あい待て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 、行け。リズムゲーかこれ、え、街中はリズムゲーになっちゃったんでしょうかね。はい、待て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 、行け、待て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 、行け。面白いですね、ちょっと見てみたいですよ。でもこれどこ見ればいいのか分かんないよね、下から出てくるからゴーが出た瞬間に行けばいいのか、ゴーを狙っていけばいいのか、困りますね。お、私実際に使ったことありますよ。駅のね、トイレとかにあるんですけれども、トイレの中に入って鍵をガチャって閉めると、そこに小物置きが出現するっていうね、これ案外使えるんですよ。スマホとか財布置いたりね、ポッケの中に入ってると邪魔だからみたいな、かと言ってトイレの物置にも置きたくねえ、まあ、言うてもここも小物置きになっちゃうんですけど、でもね、あえてここの鍵の部分につけなくてもよくねっても思っちゃうんですが、なんかいいですよね。扉の後ろにつければ一番いいんですけど、でもね、鍵を閉めなきゃ使えないっていうところがいいと思いますよ。あと置き忘れないよね、鍵と一緒に落ちちゃうから、もしも開けるときに。なのでここに置くのが一番いいと思いますね。なんだこれこれめっちゃ面白そう。どういうものなのかというと、例えば自転車使ってるときめっちゃ急な坂あったら嫌ですよね。うわこれ漕がなきゃいけないのかよみたいな、それを解消してくれるのが、なんとこの自動で上まで連れてってくれる足乗せバーみたいなね、これめっちゃ楽しそう、やりたいね。この上だけに乗ってこうかな。自転車使ってる人、これめっちゃわかりますよね、あったらいいなって。小林製薬かな、時々ありますけどね、こんなにでかいのはないですけれども、ちょっと街中にねもう少し普及してほしいです。さて何これ、この灰色と青いやつは何でしょうか。あ、これはですね、アイマスクなんですけれども、上の青い方が Wake me up for meal ということで、食事の時間になったら起こしてねみたいな、で下は Do not disturb って書いてあるので、絶対に起こすんじゃねえぞっていう使い分けができるアイマスクとなっております。そうですね、この時までに起こしてっていうのありますよね。あれでもこれ食事以外使えねえじゃん出かける時どうしよう。まあ、その時ももう6時間後の食事の時までは起こしません。お出かけは明日にしましょう。絶対に起こすなっていう方は寝る時ですかね。この使い分けいいですよ。もう少しいろんなタイミングに合わせることができたらもっといいんですけどね。誰か発明してください。ん？何これ？ん？あ、冷蔵庫なんですけれども、なんとこれ回転する冷蔵庫となっております。
よくありますよね。冷蔵庫の奥にあるものがちょっと取りにくいっていう。この回転台にすることによってどこに置こうがすぐ取れるようになってるんですね。回転させると。確かにこれなんで作んないんだろうね、みんなね。めちゃくちゃ良くない？私が知らないだけで売ってんのかもしれませんが。これめっちゃいいね。もし冷蔵庫買うってなったらこの回転式いいと思いますよ。奥という概念が存在しなくなりますからね。どこにでも入れ放題です。でもデメリットとしては、シュールストレーミング保存した時に激臭になるということですね。気をつけてください。これは T シャツというか服なんですけれども、これはですね、 T シャツの内側にメガネ拭きがついてるんですね。これは家庭科の授業で作ろう。いいね。皆さん今メガネかけてる人は、うわーメガネ拭きこんなところにあったらいいなって思いますね。それね、もう身近なものにつけちゃいましょう。例えばスマートフォンにめり込むとかね。あとはメガネにメガネ拭きつければ一番早いんじゃない？合理的だね。ということでね、これは買わなくても別に自分で作ることができるので、困ってる人はこれ実践してみてはどうでしょうか。いいですね。なんだこの布みたいなやつ。これはトップ or ボトム、サイドサイドっていうことでね、何なのかというと、実はこれベッドのシーツをすぐつけられるという商品になっております。皆さんベッドのシーツとか変えたことありますか？布団のシーツ。実際やってみるとね、ある問題が発生します。あれ布団っていらなくね？布団のシーツをかけるときに、あれこれ下かな上かな横かなみたいな、ムカつくんですよね。あ、こっち横じゃんっていう、サイドを上に持ってきちゃうとか。それを改善してくれるのがこれです。もうサイド横、これを横にすればいいです。でトップはボトムということなので、こっちを下にするか上にするかはあなた次第みたいなね。すぐわかりますね。なのでこの動画を見ている 0.91% のニトリの社員の皆さん、これ使ってみてはどうでしょうか。売上爆上がりですよ。誰もやってないですから、まだ。あ、まあこの画像の人がやってた、ドンマイです。何これ、黄色と水色だね。何か、あ、うん、お、なるほどね。これは横断歩道の役割してるんですけれども、この青と黄色ってね、上から映像が映し出されてるんですね。それはどうしてなのかというと、普通に地面に横断歩道を敷いてしまうと、雪とか降った時に横断歩道見えなくなりますよね。なので雪が降ろうが大雨になろうが、いつでも横断歩道が見える横断歩道となっております。すごいいいねこれ。雪国の人というか、この動画を見てる 3% の県の偉い人さん、いや国土交通省見てると思うんで、これ取り入れるとね、事故とか減るんじゃないですかね。入れてみてください。なにこれ、美術館の作品？ん？どういうことでしょうか。あ、すごいねこれ。美術館ってやっぱ平らな絵なので、目の不自由な方って、うわどんな感じなんだろうってなりますよね。それを解消した美術館がこの触れる美術館です。これめちゃくちゃいいよね。目が不自由でない人でも楽しめるし、不自由な人でも楽しめるっていう、もう最高ですね。美術館って絵のイメージあるかもしれませんが、形でもいいんですよ。形なら触ればわかりますもんね。これ導入するのは難しいですけれども、一つでも多くの美術館がこれを取り入れられると、みんな楽しめる美術館になりますね。バーイ。